ヨーデルヨーデルヨーデルワッチッチデンデンデンワッチ今何時チどうもフィッシャーズのチどうもフィッシャーズのチーちまったぜやっぱ初心を大事にしようぜチーチー俺がチーってやろうと思ったんでちゃんと揃えてねああ、うん、みんなはねとりあえず赤ちゃんの頃がねみんなどうなったかあんまり覚えてないでしょチーということでですね赤ちゃんの時お前のこと全部チーに見えるんだよいつでも赤ちゃんに戻れるようなグッズをご紹介チーやっぱりどう考えてもかっこいいとかこうかわいいよね注視してかわいいって言われてる YouTuber はなんだチー、うん、チー流れかかった僕らにもかわいさをプラスして赤ちゃんの方に戻れないと軽く薄く動きやすいおむつじゃあ頭ぶちいて顔の変わり方言われましたぶちいて大人用紙おむつ子供に戻れねえ下着感覚の薄型おむつって下着じゃねえのみんな上着だと思ってんのかいたわり排泄清潔俺、ね、バイト先でいたわりで休憩時間だよ俺れ誰がボビーだよファニエスト外国学院じゃんあれみたいですねガンモンみたいはんぺんだかわいいかね給食のおばちゃんみたいなのはいてお母さんの反応見てみるわそれでいこうか、うん後ろお父さんいたら多分ブチ切れると思うそうじゃだよそれはうちのお父さんいたら何やってんのって言われるやだよ怖えじゃんただ俺が言った方がお前何やってんのって言われるでしょだから君がやった方がいいちょっと待ってよマジかよご飯が出てての状態でお前がこれで下行ったもんなら多分明日佃煮になってるこんなんで俺下行ってみじゃあ一回お父さんに確認していいね学費払ってもらえなくなるよさあ、いるのでしょうか、うん、いるでしょうかダメだよいるいるじゃねえ他の家族の人にそういうことできないもん俺ん汚いじゃん汚いよ、うん、でも夕飯が出る時が一番まずいよ今貴様んち、貴様んちだって結構夕飯早いからね夕飯新弟子下手なフラダンス下手なフラダンスだこれ知ってるやつは知ってるけど銀魂に出てくるペドロってやつにめっちゃ似てるペドロ現れてみもしさもう俺らがこうやってやってる間にさご飯でしたらどうすんの無駄だから早く行くよフィッシャーズのフリーザ軍だからねうちコルド大王でクーラーは今あのバイト行ってっけどこの負のオーラ半端じゃなくて闇が立ち込めてるよペケペーってよこれじゃもうペケペーじゃあ待ってこれお前待って待ってダッサフォルムほんと知らないよフォルムダッサ顔どっから出してるよちっちゃいなおっペケペーあほかおすすめ動画はこちらスマホタブレットは概要欄からサブチャンネルもあるよホームページもあるよツイッターもあるよ詳しくは概要欄から毎日動画も出てるよチャンネル登録よろしくせーのアデュー